こんばんは。1月22日午後7時になりました。まず言う前に、ね、雪すごいですね。雪もうここにね、夕刊がある。あ、夕刊の前にこれ言わなきゃいけないな。378回しゃべくり待ちの時間ですね。それでね、夕刊見たんですけどね、ここに第1弾にね、この県内全域で大雪の恐れって、もう恐れよりもね、もう北部中部で30センチってありますけどね、もう30センチくらい積もってるね。もう南部で、25センチだそうですね。あとここに一面には、軽井沢のバス転落事故のねことが載ってますね。まあ痛ましい事故でした。それからですね、痛ましいというかね、御嶽海ね、土曜日までね7連勝できてね、明日は勝ち越しかななんて思ってたらね、日曜日負けて、なんか今日も負けたそうですね。なんか負けてね、7連勝の後2連敗でね、勝ち越しをね、私にいつまで待たせるんだとね、早くね、喜ばせていただきたいと、こんな風に思っております。雪外すごいですね、どんどん降ってますということでね、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、かっこいいですね、こちら。制服で後でねちょっとお聞きしますけども、ボーイスカウトの長野第18弾ボーイ隊の隊長春日さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それすごいですね。そうですか。かっこいいじゃないですか。あ、それ何ですか。それこれ、あの、長野県連盟の、マークのワッペです。でここに、まあ、はい、長野県なので、長野市なので長野って書いてまして、この18っていうのが、うちの団の長野第18弾18を表しています。でこのワッペンが、指導者の、証のワッペンです。18ってのはいい数字じゃないですか。私の18番じゃね一番いいみたいな、ね、いい数字ですよね。そうですね。そうですか。たまたまなったんですか。あの昔、うちの団が作るときに、このナンバーを、18がいいから、18がいいからということで、決めたんだ。自分で選んだんですか。そう、選んだんです。あら、はい、いい番を選んだんですね。1番は選べないですけど。あ、そうですか。1番より1番でいいよ、18番は。はい、わかりました。ところでね、このボーイスカウトということなんですけど、なんかこの事務所というか本部というのはどっかにあるんですか。あ、はい、この近く の、 あの造山神社の境内の中に、造山公園の境に、スカウトハウスと私たちが呼んでいる集会所があります。であと事務局は、あの川中島町に今団員長が住んでらっしゃいますので、そこが事務局となってまして、対外的な連絡先は、あの団のホームページの方のお問い合わせのリンクの方から受け付けています。このボイスカットっていうのは歴史的にはどうなんですか。はい、あの110年ぐらい前、1908年に、イギリスの、陸軍将校ロバート・ベーテン・パウエル卿が、少年向けに、キャンプや自然観察などの野外活動の方法や技術、グループでのゲームを紹介して、まあ、それを通して、自立し協調性のある市民として成長させようという考えで、こういうあのスカウティング・フォー・ボーイズというこういう本を、書き出しました。でこれを読んだ、少年たちが、自発的にキャンプなどを行って、後にそれが組織化されて始まったのがボーイスカウトの始まりです。で、まあ、その後世界中に広がって、現在は161の国と地域、約4000万人の人が活動してます。素晴らしい。で隊員はその18段でどのぐらいでしたんですか。はい、あと、日本でも、1908年明治41年に伝わって、全国各地で少年団という名前で、発足しました。でこの松代でも、戦前から少年団というものがあったんですが、太平洋戦争やその後の戦後の混乱で一度休止してたんですけど、1969年に、昭和44年なんですが、ボーイスカウト長野第18弾として発足して現在に至っています。でこの写真が、あの、これが、発足した時に造山神社で撮った時の集合写真です。あ、たくさんいらっしゃいますね。これが発足した時だから、そうですね、何十人もいらっしゃいますね。ちょっとか数えてないですね。で来年2019年に、発団50周年を迎えることができます。であと、まあ、現在日本では
11万5000人のスカウトが活動しています。なるほど。何人ぐらいでその男女別ってのはどのぐらいなんですか。今、子供が27名、うん、でそのうち男が21名、うん、で女の子が6名、うん、あと、指導する、大人が、16名、そのうち11名が男で、5名が女の人です。あ、そうですか。年齢的には小学生とかなんですか。年齢、はい、子供たちは、ボーイスカウトっていうのは年齢別に隊が編成されてまして、小学校 1,2 年生が、在籍するビーバースカウト隊、で小学校3年生から5年生が在籍するカブスカウト隊、小学校6年から中学3年生が在籍するボーイスカウト隊、で高校1年から3年生が在籍するベンチャースカウト隊となっています。なるほど。で、まあ、うちの団にはないんですけど、まあ、大学生年代25歳まで在籍できるローバースカウト隊っていうのも ある団はあります。そうなんですか。そのような子どもさんちでですね、具体的にはどんな活動をされてるんですか。ボーイスカウト運動っていうのは、まあ、野外でのグループ活動を通じて、少年少女が将来社会の一員として、参加できるように自主性や協調性、社会性などを身につけられるように育成することを目的としています。はい。でそのために具体的なプログラムとして、キャンプやハイキングなど、子どもたちが興味を持つ野外のプログラムを提供しています。はい。でこれは、はい、この写真が、昨年大町市宮佐で3泊4日のキャンプをやったんですが、行ったんですが、まず自分が寝るテントは自分で建てます。はい。それで、はい、ついて、はい、これはあと、はい、夜食事の風景なんですが、はい、食事も自分たちで作って、はい、でみんなで、テントの下でこうやって、ランプの光の下、はい、食事をとります。なるほど。はい、チームあるんですか。これは、あと他のその、キャンプの間では、はい、これ白馬八方池の方に、みんなでハイキングに行ったんですが、ちょっと天気あんまり良くないんですけど、はい、みんな、八方池まで歩きました。はい、はい。で次は、他の日には木崎湖の方に行ってカヌー体験、年長になればこういう、もうちょっと高度なアクティビティに挑戦していったりもします。はい、こういうプログラムをキャンプの時に、提供しました。はい、はい。次は、はい、あと、他の活動としては、これカブスカウト隊が松代のこれ、象山記念館の前を歩いているんですが、こういうハイキングをしています。はい、はい。その次が、ボーイスカウト隊になると、今これ、地図を見ながら、地図とコンパスを使ってハイキングをしている風景なんですが、ボーイスカウト隊になるともっと、高度な、ことをしながら、ハイキング、同じハイキングでも高度なことを要求していきます。これはなんか山とか高原行ってあるんですか。でこれ はやらないですね。これ松代の町で、これは松代城の展望台の上 で、なるほど。で、そこから見える山の方角を今地図とコンパスで、なるほど、出させています。あ、はい。それで次はどうなんですか。で、あと、みんなでこれ協力しながら丸太と縄を使って、こう縛って、で、はい、でこういう、これで、こういう、はい、これ今ちょっと寝て横になってるんですが、画台を、見張り台を今これ作って、お、なるほど、作ってます。さっき女の子も、今女の子がいるんですけど、女の子もこう縛ってやってます。あ、みんな自分たちで作るんですね。はい。で次が、で、あと、はい、他にもこれいい山へ行って、紙すき体験をさせてもらって、紙すきまで、はい、しおりとか、色紙とかは、作らさせてもらいました。お、はい、素晴らしい。はい、次はですか。でこれ松代消防署で、はい、救急の講習を受けたところです。はい、AED と人工呼吸、それは子どもたちに一緒に、はい、私も一緒に受けたんですけど、あ、そうですか。はい、体験させてもらいました。はい、その次はどうなんですか。これ団の行事でクリスマス会のビーバースカット隊の出し物、株の出し物ですかね。楽しそうですね。面白いですね。はい、はい、一番リーダーが楽しんでますね。なるほどね。楽しそうです。はい、次はですか。
これはあの松代の法隆神社での恵比寿祭りで、あの お店出させていただいているので、その時の、風景です。あの、まあ、小さいお子さん来て、うん、あのビー玉転がしを、ね、はあ、やっていますね、はい、他にもあのスラックアウトとかそういうのもやってます。楽しそうですね、すべて、はい、でこれは何ですか。あとまた小さい頃から社会に対する意識を高めようということで、うん、まあ、これあの、地蔵峠でのゴミゼロ奉仕、うん、まあ、あのゴミ拾いの奉仕をさせてもらって、毎年5月の30日ぐらいにやっています。あ、それとあと、これがあのその他にもあの災害支援の募金活動、これあの善光寺の前で熊本の義援金の募金を子どもたちにしてもらってます、うん、はい、はい、でこれで終わりですか、はい、あ、これで、ね、 あ、 はい、いきます。あとこれあの、はい、松代あの真田祭りで松代城のところでユニセフ募金を毎年これ10月の時にやっています。募金もやるんですね、はい、はい、次はで、あとあの他にも他の団と一緒にあの善光寺の御開帳の警備の奉仕や、うん、これあの、2015年の NHK 杯の、うん、表彰式の国旗掲揚の奉仕をしています。これ 1,2,3 に取っちゃった。あ、これリハーサルの日なんで、あ、リハーサル、あの本番は NHK に怒られちゃうんで写真撮れません。あ、なるほど、リハーサルか、はい、これはいい写真だな、ね、はい、まあ、こういう公共の公的な行事のお手伝いもさせてもらってます。わ、うん、はい、かりました、はい、はい、でもう一枚あるんですか。はい、はい、撮れねえな、はい、はい、はい、これはあとまたあの、うん、ね、あのこういう団だけの活動以外にもジャンボリと呼ばれる世界大会や日本大会、うん、あと県連盟の主催の県大会など4年一度、うん、あの行っているんですけど、うん、で、はい、これはあの、2015年に日本の山口県で世界大会が行われまして、うん、まあ、世界155の国や地域から3万3千人が集まったんです。で、うちの団からも、中学生1名、うん、高校生2名が参加しまして、まあ、2週間、キャンプをしていろんなプログラムに参加してきました。この写真の中にも入ってるんですね。でこれ、うん、あのうちの高校生のスカウトが、うん、スリランカの、スカウトたちのキャンプサイトを訪ねた時の写真です。なるほど、はい、はい、次は何ですか。で、あ、終わりですか、はい、まあ、ああこれはありますね、はい、はい、これはあの海外のスカウトの、プレスに訪ねて、うん、訪ねた時の写真です。真ん中の黄緑色がうちの高校生のスカウトになります。あ、なるほど、はい、これで終わりじゃないですね、はい、はい、これが、はい、でその際にあと、ホームステイ、イギリスからのホームステイを受け入れたので、うん、寺町商会の歓迎会の時の写真です。あ、はい、そうですか、はい、わかりました。まああのね、時間もだいぶなくなってしまったんですけども、はい、どうですか、こういろいろな活動されてましてね、はい、体調としての、その意気込みってなんかどんなことがあるんですか。まあ、子どもたちが積極的に参加できるようなプログラムを用意して、うん、楽しい中にも子どもたちに成長が見られるように指導していきたいと思っています。うん、あ、そうなんですか。ね、今もお話したんですが、あのその素晴らしい活動をしてて、のこういう活動ってのは昔からされてたんですか。はい、春日さんは、はい、あのでこの写真ですか、はい、今の写真、はい、まあ、あの自分自身も、ね、はい、スカウトとして10歳の時に下部スカウト隊から入団して活動していました。これもそうですか、昔の。そうですね、はい、あのこれ春日さんいらっしゃるんですか。端っこの方に、あ、こっちか、あ、端っこの方にちょっと太った子がいますけど、うん、はい、ああそれが春日さん、あ、逆です、ね、あ、逆ですね、はい、で、あ、半分見えてる子、はい、あ、はい、今のところですね、はい、であと、あ、これはそうですか、あ、この真ん中に振り向いてるの、あ、これ中学1年の時の昭和58年の飯綱でのキャンプの時の風景です、はい、まあ、この時には今、うん、真田家の14代目当主の幸俊さんも参加されて、はい、ね、おすごい、幸俊、はい、さんどこにいますか。あ、ここには映ってないんですよ、残念ながら。あ、そうですか、まあ、その時に何度か年賀状もあといただいて、うん、まあ、とてもいい思いですね、はい、うん、じゃあ毎年ね、あの真田祭りにおいでになるんですけども、お会いしたりしてるんですかね。あ、そういうの、まあ、一回ちょっとお会いしたこともありましたけど、なかなかちょっと 遠い方なので、ね、気さくな方でね、はい、いい方でね、いい方で、はい、そうですか、はい、次これで最後ですか。あともう一つ一番、はいはい、これは大学時代、うん、22歳の時に大学の年代の、ボーイスカウトが日本中から集まった大会が北海道で行ったんですが、うん、はい、まあ、その時 の、 あのみんなでの集合写真です。まあ、1週間キャンプしながら夜みんな語り明かしたいい思いですね。一杯飲みながら、一杯飲みながら、いや、はい、
それで呼んでくださいね。そうですね、はい、ということで、はい、時間もなくなっちゃったんですけども、はい、最後にね、地域の方に何か一言ございましたら、はい、はい、これですか、まあ、はい、現在、まあ、入団している子供で松代町に住んでいる子がいないんですよ、はい、うん、あ、いないの、はい、一人もいないんですよ。で、昔自分がスカウトだった頃は半分以上が松代の子だったんですけど、うん、まあ、今回の放送を見て興味を持っていただいて、うん、まあ、せっかくね、か、うん、活動の中心が松代なので、うん、松代の子供が入団してくれればなと思って。そうですよ、はい、まあ、もちろん他の地域の方でもいいんですけどね、うん、はい、まあ、ダムのホームページがこう用意しているので、うん、はい、あの検索サイトでボイスカート長野第18弾で検索していただければ、うん、あのこのホームページにたどり着きますので、はい、また見てください。で、またあと、はい、松代の町でボイスカート見かけたら、うん、あの声かけてください。そうですね、はい、皆さんね、こう知らないでね、入らないでいるとね、やっぱり今拝見すると楽しいですよね。楽しいですね、ね、はい、楽しいものをぜひね、皆さんに入っていただきたいと。ありがとうございます、ね、そうしていただければ助かります。今日はね、本当に春日さん、あのお忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや、あれ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 どうしたの、変わっちゃった。まあ、まあ、よい。いろいろあるね。うん、大変なんですけど。ひげが立派じゃん。あ、ありがとうございます。はい、ひげの話じゃね、はい。はいはい。お知らせを。はい。こちらです。はい。お知らせは何ですか、はい。読んでください。松代の駅活用、利活用だね。初めて読むから、読めねえな。考える講座。はい。清州の町松代と加藤線、加藤鉄道。加藤鉄道の加藤線じゃない、加藤線じゃないですか、加藤線だねの、まあ、まあ、まあ、いや、まあ、どちらでもいい、加藤線だ、下の、あ、下の、あ、こっちだ、上の方は終わっちゃったよ、終わっちゃったんだ、終わっちゃったんだよね、何言ってんでしょうね、はい、もう、松代駅舎の現在、過去、未来、はい、過去、日にちは、日にちは、近くの下です、あ、2月9日、はい、金曜日ですね、時間は13時30分から約2時間と、はい、またですね、皆さん、ぜひおいてください、ぜひおいてください、次は、もう、よ、もう、もう想定なしでいくからね、これは何でしょう、日本の再建100年ですかね、これは何でしょう、どこの日本なんかよく分かんないけど、まあね、善光寺、善光寺の日本門 だそうですね、はい、再建の100年ですね、だそうです、まあいいや、次回やってもらいますね、はい、分かんないだけやってるからね、はい、では、というと、はい、それでは来週の予告、ちょっと。しちゃくめちゃだね、はい、やりましょう、はい、はいはい、第379回、しゃべくり松代1月29日、松代文化財ボランティア英語ガイドについて、うん、はい、どんなお話なんでしょうか、どんなお話なんでしょう、パーソナリティは三田さん、文化財ボランティアだな、うん、あ、英語できる人いるんだ、あ、やっぱりね、最近はほら外国の方多いからね、多いですね、うん、私もね、昔オーストラリアとかね、フランスとかイギリスの方ね、おいでになってね、喋りくれないから、いやーなんて言った気分でね、それだけじゃね、よくないんで、英語ガイドね、誰かいらっしゃるんですね、この、うん、ね、国際的ですね、はい、これが半田さん、これは、半田武雄さん、半田武雄さんっていうことはボランティアガイドの方ですね、思われます。思われますね。はい、でパーソナリティは三田さんですね。はい、三田さんがなんか英語で喋ってくれるんでしょうかね。はい、うん、期待しましょう。そうですね。期待して。はい。じゃあ来週はね、英語で喋ってくれることを期待しまして。
来週のしゃべくり松郎どうぞお楽しみに。お楽しみに。松代あなたの街、それそれそれくり松代、また見たね。